どうもです。口直です。さあ皆さん、チョコはもらいましたか？もらいましたか？僕たちはもらいました。もらいました。手作りです。手作り、ありがとうございます。毎年ね、毎年毎年ね、母親の妹ね、妹が、妹さんがね、送ってきてます。これ以外にチョコはもらえませんでした。もらえませんでした。そりゃそうだよ。ゆいなちゃん、人との関わり方がな、関わりがないからさ、そこ。その通り。友達すらいないから。その通り。女友達すらいないです。男友達も一人しかいないし、別にいいんだけど。はい、そんな感じです。じゃあ早速いただきましょう。あ、見てこれ、もう俺は気づいてる。これ見て、容器、ハート、ハートね、容器がハート、ほら、え、おぉ、ほんとだ、ね、田中容器、田中容器さん、おぉ、はい、ほぉ、こういう、あれか、あ、ありがたいで、これハートが5個入ってるね。これマシュマロかな、これ。これ多分ね、マシュマロ、それもピンクだよ。ね、もうまずマシュマロからいただこう。いただきます。こんな感じ。うん、たまに食うマシュマロはうめえな。わ、これイチゴだよ。うん、イチゴマシュマロ、いっちゃダメです。タラちゃん風に言ったよ。チョコレート、ね、うん、チョコレートもね、一緒に食べても一緒。このカラフルなやつね。うん、何このカラフルチョコね、うん、これ高いんだよ結構ね。うん、前バナナ使ったでしょ、ハイチバナナ200円ちょっとしてんの。おっ、はい、うめえな。あ、あの、なんなんなん、硬くない。うん、え、なんでこんなうまく作れんの、これ硬くない、な、なん、そうだね、あの、下べらで潰せるね、柔らけ。うん、ミルクチョコレート、俺っちも豆作るときさ、これで作ればよかったんだ。ねえ、ねえ、うましかもね、くどくなんない。ねえ、食べやすい。うん、何、生クリームかなんか混ぜりゃいいの、ホイップクリームみたいなチョコレートに、あれやるときに、しびれた。え、この柔らかさで作れば、あの豆絶対美味しかったね。うん、なんで硬くならないの。うん、多分なんかあれだよ、入れたんだよ、だからホイップクリームなんだよ。あー、あー、ちょっとこれ、マシュマロと一緒に食べるか。うん、でもあれだね、これ硬かったら硬かったでさ、こうポンって出せたじゃん。そうするとハート型のチョコがポンって。なるほど。でこの容器使えるな。あ、やべ、では逆三角形の時は、エッチなとこ見つけちゃった。 見えないから。見えるよ。見えない。ここはちょっとあれだね、ここね、隠さないとね。これ、あれだよ。ん、こうやればいいんだよ。違うか。ああ、ここにマシュマロ入れればいいのね。うん、でもマシュマロってまでチョコレートに刺さってる。あ、こういう感じね。こういう感じさえね。なるほど。パンツ、パンツ。これ、あ、パンツ、ね、なるほど。あ、マシュマロパンツなのね。形そうだよね、パンツだもんね、これね。いや、でも、あ、だめだ。うん、難しい。なんか普通にお店でマジで言ってそうなチョコレートだ。チョコレートね。うん、柔らけ。うん、簡単に取れる。俺っちのあんなバキバキのチョコレート。うめえな。うわ、これならあっち。うん、
まじ作り方教えてほしいじゃないですか。ほんとだ、うまっ、早っ、おいしい。確かに何個でも食えます。ほんとね、くどくないね。うん、全然くどくない。あ、しぶった。ちょっとやりましょう。おいしい。おいおい、台無し。あれ食って、うん、待ってね、味わって食べた。うわっ、やばい、いい香りする。もう一個食いたいね。もう一個？なんかいっぱいだっけ？いっぱいあったね。うん。いやー、ありがたい。うわ、綺麗じゃん、食い方。うまい。うん。だね。まあ、OK です。で、ここをお気に入りの下半身。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまです。いやー、甘いね。ありがとうございます。ということでね、今日はね、はい、バレンタインの、はい、バレンタインの日でした。はい、ご視聴ありがとうございました。